今日は藤畑まさきが本であって本でない、そんな不思議な本を紹介します。これはビヨンドページズという本ですけども、こういうふうにですね、本があるんですけども、こう開けたり閉めたりできるようになってます。こうページをめくると、これはリンゴのページです。リンゴ、これはどうなるのかなと思って触るとリンゴをコンピューターが食べちゃうんですね。本が食べてしまう。どんどんこうめくれていきますけども、ちょっと普通の本じゃないっていうことがわかるわけですね。もう1ページ行ってみましょう。これは伝統というページですけども、触ると本当のスイッチがついてしまうんですね。これは実はこうプロジェクターでプロジェクションされてるんです。イメージなのに機能してしまうわけです。だから実物だと言うしかない。これはドアのページです。ドアのノブがここにはありますが、これをこう触ると、なんと部屋の向こう側にあるドアが本当に開いてしまうという。例えばリンゴがリンゴじゃない、リンゴが変だってことは、彼の持ってるリンゴっていうことに関してのこう観念と目の前で見たリンゴにズレがあるってことですよね。でもなんかその変なことがすごく作品で遊んだ後にもこう気になるっていう、そういうものになってほしいなと思って、そういうものづくりをやっぱりしているんですけどね。